ただ高木から後ろからボールを奪って重松、グラウンドは謙信の前、高木シュート決まった。ここで先制点を奪ったのは蒲田マーレ讃岐。後半の27分です。高木これで今シーズン2点目、重要な局面を迎える PK です。決めました、しかもこれが J 初ゴールです。岩手グルージャン盛岡、後半の41分、 PK で追いつきました。自ら得た PK を自ら沈めた鹿間勇樹。諸岡、岡田、田村にボールが入る、右サイドが空いている、池田にボールが通った、完全にフリー、ワイドオープンになっている中にイスマイラがいる、ボールを上げた、引き回る、ヘキラー、福島1対0、先制。島村が絡んでいったが入れ替わって田村が中、ヘディングでのクリア、ボールを拾って吉田のシュート、決まった。最後決めたのは樋口。鎌田、このボールが通った、池田、トカチ、流れた、かわした、シュート、最後にフェンスに当たった。3点目が入りました、福島以外転倒。まあ、ここまで2試合連続ゴール中の17番の安藤翼が、八戸はそのベンチにいます。さあ、ちょチャンスになった、前澤、奥なし、シュート打てるか、打った、シュート左足、決まった、ゴール、秋山決めました、先制、沼津水に先制しました。もう一度上原、柔らかいボール、モレー、やり返しました。 PK 失敗を帳消しにする今治の先制点、山田が決めたでしょうか。大事な試合、原田です。隅から、左のサイドバックは上原の位置ですが、コントロールして、山田追加点、完璧に崩し切りました、山田の初ゴール、これで 2-0、 岐阜を突き放す FC 今治です。ニアです、スラッシュでフリック、触って、決めた、一つやり返しました、川西です。失礼しました、橋本渡る、橋本が交代策、まずは結果を出しました、決めれば同点、80分、2本目のコーナー、柔らかいクロス、高崎、まだこぼれています、追いつきました、岐阜が追いつきます。これでタイスコア2対2、町田ブライト執念です。岐阜、甲斐がいました、縦パス、うっとこぼれ球、竹田、もう一度町田、柔らかいクロスで甲斐、ここに川西、ひっくり返した、岐阜完璧なクロス、そこにいたのは川西翔太、大きな大きな1点が岐阜に入ります。そして藤枝は全員戻っています。富山は一番遠いサイドに今瀬がいますが、中央こぼれて入ったが決まりました。先制ゴールは富山、得意のセットプレーから先制点を挙げました。花井、縦パス、椎名のシュート決まりました、追加点、素晴らしいシュートが決まりました、富山2対0とします。秋山といった180センチ台、ヘディングはこぼれてシュートはブロック、
ンドボール、あ、股を抜いた、決まった、1点返しました。藤枝真由、最後シュートは姫野、セカンドボール、右足振り抜きました。近づいてくる、蹴るのは17番、よし、ファーサイドへのボール、梅井のヘディング、そしてゴール前へ、決まった。セットプレーから SC 相模原、75分、このシュートは味方に当たってしまった、まだあります。坪川中に運んで右足シュート、スーペルゴラッソ、前に出たのは長野。鳥取はハイプレス、そして縦パスを入れて前を向く、重心を前にするサッカーです。さあこれはチャンスになります。スピード上げる、牛の浜行く、牛の浜中に切り返して、中シュート、決まりました。先制ゴールは鹿児島、馬場健二今季6点目。開始1分と少しの時間、すなわり縦のスペースがありますが、ついているのは酒井、中には酒本、そして枝本もいますが、通った酒本、折り返しシュート、入った枝本、今季2点目、前半の26分、追加点を挙げました、アウェーの鹿児島。小牧、下がってきた三沢、縦スペース右空いています、安藤、しかし中が2枚しかいません。中に人数をかけたい鳥取、安藤仕掛ける、中に折り返す、シュート、決まった。田口裕也、期待に応えてくれました、13試合ぶりのゴール、前半の44分、前向く、左に米沢がフリーになっています。中に三宅、そして牛の浜、早沼シュート、上松のブロック、三沢が持って、ここも入道、ゴール前、三宅のシュート、決まりました、3点目、代わって入った三宅海斗、ゴール前こぼれたところ、左足振り抜きました。